おう、高橋。おう、田中。あれ、どうしたの、そんなテンション上がって。いや、実はさ、夢で、有村架純となんかカフェ行ったんだけど。え、あは、なんだ、夢か。マジ、めっめっちゃ可愛かった。え、マジで？やっぱ夢でも可愛いんだ。高橋くんって呼んでくれて、マジでめっちゃ可愛かった。本当に芸能人は夢でも可愛い。うわぁ、高橋めっちゃ面白かったな今の。なんだ今の夢、マジで。うわぁ、おはよう。あ、おはよう。あ、ちょっとお母さん聞いてよ。今さ、めっちゃ面白い夢見たんだけど。何？面白い夢見たの？あれ？ちょっと待って、あれ？なんだっけ、あれ、待って、今さっきまであれ覚えてたのに。うわ、なんだっけ、めっちゃ面白かったんだよな。忘れた？まあ夢ってそんなもんよ。うわ、なんだっけ、最悪。うわ、あー、思い出せねえ。気づいたら内容忘れてる。おう、高橋。おう、田中、どうしたの？あ、そういえばさ、宿題やった？あ、宿題？うん、やったよ。あ、マジで？うわ、やったのか。うわ、マジか。じゃあ俺だけもしかしてやってないの？うわ、最悪じゃん。やば、マジか。あれ？いやいや、田中、そんなことよりさ、ジェットコースター乗ろうぜ。ああ、そっか、今、あれ、そうだね、遊園地、あれ、遊園地来てたんだよね。ああ、そうだね。ああ、学校ないよな。よし、よしよし、遊ぼう。気づいたら場所変わってる。ああ、よく寝た。え、月曜日？え、今日学校あんじゃん。うわ、最悪なんだけど、忘れてた。うわ、最悪じゃん。え、今から出てももう遅刻決定なんだけど、うわ、最悪だ。どうしよう、早く支度していかないと。うわ、もう最悪だよ。ちょっと待って、日曜だよね、そうだよね、今日日曜だよね。いや、よかった、今の夢だよね、うん、今日日曜だよ、そうだ、休みだもん、今日休みだよ、よかった。起きたら休みで安心する。おい、熊田、見て、これめっちゃ気持ち悪い虫の画像。うわ、何それ、気持ち悪。おい、めっちゃ吐くじゃん。ごめん、大丈夫？いや、待って、面白い。夢、熊田めっちゃ吐いてたな。